っと帽子変えていただけますか。はい、ありがとうございます。今度の前から。いかがでしょうか。好きです。はい、助手席です。あの免許を今持ってなくて、はい、あの友達の車に乗せてもらうことが多いです。はい、できれば年内に欲しいなと思ってます。でも都内からとりあえずお台場ぐらいまでの距離を頑張って走ってみたいですね。はい、私福井県出身で結構もう海沿いを走るのがその地元にいる頃からすごい好きで、なのでやっぱりこう理想のデートとして海沿いをさーっとマグでいっぱいで白だから海とかちょっと汚れちゃうの嫌なので軽井沢とか軽井沢に行って、なんか隠れ家の素敵なご飯屋さんでご飯食べて、その後ちょっと自然を満喫しながらドライブしてみたいな。でもフラッとこういきなり迎えに来てくれて、その後夜景を見に行くとかいうのはありますね。それはアポなしで。アポなしで。アポなしいですね。今アクションのレッスンしてるので、あの盾と現代アクションやってるので、今はそうですね、大河とかで盾をやったり、あとくのいちをやるとかいつかやってみたいですね。夜のドライブで、こう、私結構、なんだろうな、羽田の離着陸するシーンとかすごく好きなんですよ。で、あの、埠頭のところ、あの、人通りの全然ないところを、颯爽とドライブしたいですね。すいません、マニアックで。夜デートとかね、ドライブデートしたいですね。お仕事で泊まりの際に。ホテルの部屋がグレードアップしましたね。すごくそれは嬉しいなって思います。やっぱ夢は大きくってことなので、もう主役をいつかやりたいなと思ってます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。オスカープロモーション公式 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、田中道子です。そうですね、私もともとカフェオレが大好きで、まあ、コーヒーには結構うるさい方なんですけれども、ここ清澄白河ってそのコーヒーのお店が多くて有名なんですね。でこうコーヒー好きはもうみんなよく来る街ではあるんですけど、その中でもこのお店は、何だろう、車も白だからっていうのもあるのかもしれないですけど、店内全体白でまとめられてて、すごく洗練された雰囲気で、これがカフェなんですごく贅沢だなと思いながら今日楽しませていただきました。今日はこんな素敵なイベントに招待していただきまして、これからの女優業でも活かしていきたいなと思います。今後ともよろしくお願いします。